お疲れ様です。お疲れ様です。無事子供が生まれました寝てますね。桜子です。桜子です。皆様これから家族3人で頑張っていくんでよろしくお願いします。女の子です。男の子みたいな格好されちゃってる。サブちゃんの方でゆっくり家族3人のね様子をアップしていくんで、まあ、そちらの方をフォローしてもらえればたくさん生活がちょっとずつ見れると思うんでお願いします、まあ、こっちはね相変わらず YouTube のメインはサーフィン主体でやっていくと思うんで、まあ、ちょくちょくね家族との食事とか、まあ、生活もね出せるところは出したらなと思うので、まあ、ちょっとやっぱり子供が生まれて、まあ、僕も妻も前よりもやることが増えてしまうので子育てがなかなかね YouTube の更新頻度は頑張っていきますけどちょっと減ってしまうかもしれないんですけど、まあ、その辺も、よろしくお願いします気長に、まあ、今まで通りね YouTuber でもやめずに出せるものはしっかりね練習風景と試合とか日々のサーフィンの記録は出していこうと思うので見ていただけると嬉しいです、はい、ね、断念してますけど、ね、とりあえず今日は前がねインドネシア編だったのでクルイが最後でニアスの試合が終わり日本に帰ってきて今5日ぐらいかな、まあ、帰ってきてからは結構経ってるんですけどちょっといろいろ子供の、奥さんの実家に行ってちょっとお掃除したりしたので千葉に戻ってきたら5日目ぐらいなんですけどやっと今日ちょっと波が上がってかなり天気荒れてて風も強いんですけど低気圧がちょうどね近くを抜けたうねりがね朝はフラットだったんですけど今午後夕方になって入ってきてサイズもあるんでちょっとよくはなさなんですけど練習していくと思うのでとりあえず今日も海に入ってきます。はい。行ってきます。はい。トミス建設は新井博人選手を応援しています。着替えて結構ね南房総一昨日昨日も入ったんですけど水がかなり冷たくて南風が吹いてたのかな、なんかもうブーツ欲しいぐらい寒くて、なので今3ミリジャーフレで入ってるんですけど今日はどうかな、風がまた南風吹いてたんでもしかしたら冷たくなってるかもしれないですね。で板は今日はライムのスカッシュテールでやろうと思います。これちょっとね、1インチ短い5.7で18と、やばい。よし、18と8分の3、2.4 分の1、25リットルちょうどですね。で、なんかちょっとね、日本帰ってきて何回かやってたら、なんか結構、多分サイズある波でやってたのか、フィンが結構重く感じたんで、今回はこのフィンはフューチャーのアルメリックのピントが合わないな。スモール。グローフィンかなこれでも。すいません。ピントが合わないな。そのスモールのこのフィンを使ってみようと思います。昨日までね、結構ジョディのフィンとか、スモールのジョディのフィンとか、結構好きな DHD とか使ってみたんですけど、なんかしっくり来なかったんで。でも今日もしサイズあるから、もしかしたら、ちょっとこのフィンにちっちゃいかもしれないんですけど、試していこうと思います。じゃあ、行きます。いつもサポートありがとうございます。
今日の夕飯です。アジの干物、ピーマン、焼きピーマン、ナス、豆腐、お味噌汁、しゃぶしゃぶ、ごまだれ、ポテサラ、キュウリ、納豆、キムチです。お疲れ様です。お疲れ様です。波も結構良かったね。意外とね、思った3倍ぐらい良かった。ツルツルだったね、意外と。結構もうちょっとね、見てた時肩がないことだったけど、意外と張ってくるのがあって、いい波だった。板もフィンちょっとちっちゃくしたんだけど、結構ね、いい感じの感触で、思ったよりもね、良かったから、ちょっとまた試していきたいかなと思います。なんか梅雨でこんだけ波あったらいいけどね。今日からだからね、梅雨は。そうだよね、今日入り、梅雨当日されたからね、うん、これから。まあでも、なんか来週とかもちょっとありそうなんだけど、なんで低気圧来るんだろうね、前線あるのに。ちょっと俺も詳しくないから、天気図は、ね、なんでか分かる人いたらコメントしてなんかブロックされるんだよね、あの前線があるとね。まあ春に越したことはないから、間違いない。最高です。はい、このね、ちっちゃい味が大好きなの。そう、これなんか南房総のジンタージって書いてあったけど、ちっちゃいよね。でも頭から尻尾まで全部食べれる。めちゃくちゃね、美味しい、ね、うん、なんで今日はこんな感じのご飯なんで、すごい久しぶりだ、このニュー YouTube。 確かにずっとなかったもんね。ずっとたけちゃんが撮ってくれてて、そうそう、久しぶりの。そう、たけ、ね、ちゃんはちょっとね、めちゃくちゃやっぱりプロのカメラマンだから、綺麗な映像とおしゃれな感じだったから、うん、まあ平凡なこの YouTube に私今日上から撮ってたんだけどさ、うん、もうあの桜子の世話しながら撮ってたから。すごいね、さすが。授乳して、おむつ替えて。マルチタスク。そう、マルチタスク。ありがとうございます。抱っこひもして撮ってました。部屋の中から撮れるからまだいいね。助かります。そんな感じで、はい、今日はこんな動画だったんで、また次もご視聴お願いします。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。いただきます。いただきます。